突然ですが、よろしくお願いいたします。そして最後、俺がどうしても納得できない。納得できるんだったら、説明してください。証明してください。あのね、中村秀夫と言うと、たるき割りっていうのがあります。その話は、ここではしません。ただね、 これはひどいでしょって。自分は初めてお会いした時からも言われましたよ。だから合計ね、10回は聞いてるねっていうのは、その中村秀夫だけではなく、松井からも、牢山発音先生からも、倉本さんからも、 みんな同じように言われた。あの、陰講岩って言って、この喉のここの子が咽講癌で、もう末期で手の打ちようがない状況になったんだって。医者も見放したって。その時に中村秀夫は何をしたかというと、これ二つ。 話が食い違ってって、みんな同じな話だみんな嘘だからいいや。一つは、スプーンを真っ赤に焼いて、ガガ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 って言って、全部取っちゃったんだって。で、もう一つ、スプーンじゃなくて、なんかステンレスの針金みたいのをこう当てねじって、 これ、ストンのように、引っ掛けるようにして、で、真っ赤に焼いて、ステンレスだよ真っ赤に焼いて、あーって削り取ったんだって。俺はね、うん、それをね、中村さんとかさ、側近の方たちが、言う分にはね、まあ、信じたいんだろうな、と思っていたよ。 なのにさ、まあ、彼らにとっては民族は関係ないのがね、北も南も。あの松井が本当だって言うんだから。本当ですよ、小島さん。本当に取っちゃったんですよ。牢山先生も、同じように言うんだよ。かしくねえかって。で俺聞くの。 じあさ、俺一番基本なのは、真っ赤に焼いたっていうことは、持つところももう真っ赤になってるはずだから、こんなの持てないんじゃないのって言って始めて、あ、それはペンチでやったんじゃないっていう。で、こんなのペンチでやったとは言ったって、もう真っ赤っていうことは転移してるわけでしょって。転移してるところはどうなってんでしょうかって。いや、転移は、 口の周りだだったから、全部取ったんだって。そしたら、声帯も何もなくて、声出ないよね。でも、声出たよ。ガラガラ声でああれら,から、カラーって。総裁たちがよ、君ねー、カラーってねそうじゃん。 このまま言ってると本当にやられるかもしれないけど。それで、愛知県立大学工学部が出してるデータをー見ました。こういうも、あの、出そうと思ってるけど、ステンレスが、あの、赤くなって折れるとか、例えば刀鍛冶が、 こうやって、ゆっくりと、ゆっくりと、最初は黒くなって、だんだん赤くなって、それが、鮮やかな赤になった後、黄色になる光るっていう、ような工程をたどると。で、赤く、もうなった段階で、もう、物は触れないんだけども、その段階で600度から650度だと。 それをまたさらに熱して赤が、うん、オレンジ近くのような色になった時には900度だと。1000度以上になるととろけると。うん、なるほどと。でも自分の目で見てみたいと思って、例の早稲田大学の自分が世話になっていた白鳥先生にいつものように拝み倒して、 理工学部の実験室行って、これ棒なんだけどね。棒。うん、棒、これをもたにね1、1センチぐらいの棒かな。それにバーナーでこうやって。そう。だん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 ,だん赤く、なってくるね。その時の温度はやっぱり60、あ0百度。で、真っ赤に、あの、刀なんかでトントンってやるぐらいになると、やっぱり九百度で。 で、その900度でも600度でもいいけど、じゃあペンチで持ったにして、口に入れられるかどうかですよねって言ったら、その研究員の人が言ったけど、あの、これですね。<laughs> よく昔犯罪者なんかが焼勤入れられますよねあれが大体150度から200度なんですよ。 焼き犯罪者が、江戸時代。だから、赤くなって、触ったら、皮膚が、とろけますね。<laughs> じゃあ、口に入れたらどうなりますって、あーって全部と、とろけて燃えますよ。だって、どうすれば、 トレンドか。それを証明してほしい。ダメだよ。あまりだから空手もね、何でもね、洗脳だよ。うん。もしこれを松井昇景が聞いていたら、俺に実験でもいいから、反証してもらいたい。お願いします。 ちょっと長くなったかどうかわからないけれども、まあみんな面白かったんじゃないかなと思うより、うん、自分が言いたかったことだったんで、今日は勘弁させてください。お疲れ様でした。